そんな期待に応えるようにグラさんが100万200万300万とデビューから1年未満にもかかわらず世界中のファンを獲得しますということですね、うん、正直ここまでなるとは予想してなかったんじゃないですか。そうですね、僕は一応デビュー前には皆さんと顔合わせしてるんですけど、まあ全然予想はしてなかったなって感じですよね、ガングラも怪物、怪物ですよね VTuber 界のまあなんていうか誰が見ても可愛いっていうか、はい、ね、あの初配信の第一声も伝説ですもんね。そうですよね、パワー伝説ですもんね。そうですよね。あと意外と山下達郎さんとか好きっていうのがなんというかあれですよね、日本人にはちょっとさ、おじさんにも刺さるところが、おじさん、そうなんですよ、おじさんに刺さるんですよ。グラちゃんの日本語学ぶ配信めちゃくちゃ好きなんですよ。あー、いつも勉強してるあの配信だ。そうそうそう、あれ、そうそう、あー惜しいとか思いながら見ていつもあれめちゃくちゃ楽しい。頑張れって思いますよね。そうそうそう、うん